こんにちは、レオです。最近ほぼ毎朝、もう一つの新しく立ち上げた方のチャンネルで朝6時から朝活ライブ配信っていうのをやってます。結構ね、毎日30人ぐらいが集まって、実は今もこれ朝活中に撮影してるんですけれども、そんな感じの活動をしています。で、この朝活の前とか、朝活の間ぐらいにね、コーヒーを入れて飲む、そして頭を覚醒させるっていうのが僕のモーニングルーティーンの一つにすっかりなっています。で、美味しくコーヒーが入れられると朝活のやる気、ひいてはその一日中のやる気がかなり上がってくるなというふうに僕は実感しています。やっぱり僕カフェイン大好きであんまりその代わりエナジードリンクとか飲まないようにしてるんだけど、朝このコーヒーをね、美味しく自分で入れることができたっていうことの満足感も含めて、その日一日のクオリティオブライフ、クオリティオブデイが、上がってくるんじゃないかなと勝手に仮説を立てているんですけれども、僕コーヒーの入れ方としては以前はマキネッタを使ってました。これがマキネッタというものですね。で、これ前僕、動画で紹介しました。なんかどうやって使うかとか、どういうコーヒーが入るかとかいう動画は紹介しました。エスプレッソみたいなね、すごい濃いコーヒーが作れるんです。で、結構手間もかからないので、マキネッタ。これはこれですごいおすすめ。最近夏で暑くなってくると、これでコーヒー作って、氷に直接ダイブするとめちゃくちゃ美味しいアイスコーヒー、アメリカーノが作れます。だからこれもこれでおすすめなんですけれども、最近ね、3月ぐらいからかな、2月3、リモートワーク始まってからかな、ドリップコーヒーを、始めました。で、最近はもっぱらドリップコーヒーばっかり使ってます。で、どんなドリッパーを使ってるかというと、この折り紙ドリッパーというものです。実はこの界隈では、ね、結構有名なんだけど、すごく、デザインが特徴的じゃない？こういう風にね、ひだがついている感じの、すごくおしゃれなデザインです。で、ドリップっていうのは、マキネッタに比べると、抽出に時間がかかったりとか、っていうよりは自分で見てなきゃいけない。これに時間を取られるっていう、そういう時間が長くなるんですね。こっちはもう火にかけとければできる、機械なので、そういう意味ではちょっと手間がかかるんだけど、その分待ち時間も含めて楽しい、入れている時間も含めて楽しいのと、味のコントロールがしやすいっていう風に僕は感じていて、このドリッパー折り紙コーヒーおすすめしたいなと思ったので、ちょっと今日はこの折り紙ドリッパーについての動画になります。で、この折り紙ドリッパーっていうのは、名古屋のトランクコーヒーっていうすごく美味しいコーヒー屋さんがあるんだけど、そこが監修して、岐阜県かな、どっかで作られている、磁器のものになります。で、なんでこれが有名かというと、そのトランクコーヒーっていうのも多分その界隈で、有名なんじゃないかなと思うんだけど、それだけじゃなくて、バリスタのチャンピオンがこれを使っていたと。ジャパンブリュワーズカップのチャンピオンがこの折り紙ドリッパーを使って抽出して、コーヒーの大会で優勝したという実績があります。なので、何それ面白そうっていう感じで、ちょっと有名になったそうです。で、ひだがね、これちょっと特徴的なデザイン、ひだがついてると言いましたけれども、これ20個全部でついてるんですって。で、これがあることによって、極めれば極めるほど、ここの溝の使い方が、うまくなればなるほど、この理解、特性を理解すればするほど、味のコントロールがしやすくなるっていうところが、特徴の一つだと、僕は勝手に思ってます。ちなみに僕そんなにコーヒーすごく詳しいわけじゃないんで、僕も初心者でいろいろ勉強してるんだけど、ただ、ここでコントロールするようなことができるような、そういうふうに、見受けていますというのはね、これひだがあることによって、ペーパーのこの内側に入れるドリッパーの部分から、この壁までの中に空気が通る穴ができますよね。この溝のところでね。そうなることによって抜け感を調整したりとかそういうことが、多分できているような感覚が僕の中ではあります。そうじゃないとベタってくっついちゃうので。そこら辺がちょっと普通のドリッパーと違う、この折り紙ドリッパーです。で、あと何よりね、このいいところとしてはデザインがすごくいい。色がね、いろんなカラフルな色がウェブサイト行くと用意されていて、全部買えなくて、結構多くが欠品とか今作ってませんになっちゃってるんで、なっちゃってた。僕は買った時はなっちゃってたんだけど、でもね、これ僕買いました。で、紫にしたんだけど、これすごく良くて、僕
このここにねいつも飾ってるんですけれども、この壁の部分に、これとあとなんかこのちょっと茶色いこのこういう風にねホルダーとね、あとゴールドのお湯を入れるやつなんて言うんだろう、そこら辺が初心者感丸出しなんだけど、まあそういうのを置いてセットで置いとくと非常に見栄えがする、置いとくだけでもすごく美しいっていう、ドリッパーになってます。で結論から言って、まあ結論から言ってないんだけどまあここで結論を言うと、この折り紙ドリッパーめちゃくちゃおすすめです。僕ほぼ毎日使い続けるんで、受けてるんで、まあ素人なりに色入れ方のコツとかがなんかちょっとだけ分かってきたような気がするんですけれども、まあさっきも言ったようにこのお湯が流れやすい構造になってるので、抜けやすい構造になってるので、まあつまりね、あんまりガンガンお湯を入れすぎちゃうと味が薄くなっちゃいます。だから、まあ、逆に言えば、体が今日ちょっとだるいなみたいな、でもコーヒー欲しいなみたいな時は逆にもうスーッと流して薄めで飲むっていう調整ができます。逆に、もっとちゃんと飲みたいなっていう時はちょっとね蒸らし時間とかを長めにしたりとか、こうちょっと抜けを遅くするような感じにして、あとお湯の入れ方を、後半にウェイトを置いて、まあじっくりと抽出、ちょっとやってもらったら分かると思うんだけど難しい。入れれば入れるほど、お湯の通りが悪くなるので、でそうすると、だから、後の方になればなるほど、よりね、お湯が、ここでコーヒー豆と一緒に溜まる時間が長くなるので、抽出されるコーヒーがすごく濃い味になって、それはそれでまたコントロールができて、いい感じになります。伝わるかな。ネットを見るとザ・コーヒーショップっていう YouTube チャンネルとか、まあ、コーヒー屋さんなんだけどが、攪拌して、お湯を入れて蒸らしのタイミングで攪拌して、で、そのまま蒸らして、でそれから入れるみたいな、そうすると最初の お湯を入れるタイミング、まあ早い段階でお湯を入れるタイミングで、お湯抽出が濃くなるので、なんか美味しいですよっていう風に言ってます。なんか僕はちょっとそこの味の違いまだちゃんとこう2つ並べて比べられてないんだけど、確かにやってみたけど美味しく感じるし何よりね、そうやってこだわってる間がすごく楽しいというか、今日はちょっと攪拌してやってみようとか、そういう風に一つ一つ、まあ、朝一番で頭を使うことができるので、まあ、そのタイミングでなんか自分今日もなんか上質な暮らしを やってんなみたいな、ちょっとなんかこれキモいかもしれないけど、でもなんかそうやって思える、自分に思えることが自分の満足感につながって、まあ、一日を豊かにしてくれている感じが少なくとも僕はしますので、なんかそういうこだわることができる、しやすい、てかこだわったらこだわるだけ美味しくなる、味が変わるドリッパーとしてね、すごくおすすめしたいと思います。でね、改めて言うと、前にご紹介したこのマキネットと比べるとやっぱり手間はかかるものになります。っていうのはやっぱり、こっちだったらね、粉をひいてここに入れて水入れてボンって、火にかければそのままあとは待つだけなんですよ。でもこっちだったら、豆をひいてこういうふうに置いて、で、まあ、これでね、ホルダーで置いて、で、まず、ペーパーを濡らして、温めて、で、その後、豆を入れて、蒸らして、で、何回か、こう、見ながら、こう、タイミングいいところで、お湯を入れて、みたいな感じでやるので、なんか、4-5分ぐらい、こっちは、手間を取られる、時間を取られるんですけれども、まあ、それでもね、やっぱり最初に言った通り、それやってる間が楽しいし、やってる間にコーヒーに触れれば触れるほど香りっていうのがすごく楽しめる、入れてる間の香りも、あ今こういう香りなんだみたいなことが楽しめるし、まあそういう意味ではそれも含めて楽しみたい方、楽しめるよっていう方にはね、ぜひぜひおすすめしたいドリッパーじゃないかなと思います。そんな感じで、折り紙ドリッパーのご紹介でした。よろしかったら概要欄にリンク貼っておきますので、チェックしてください。あと最後に宣伝的に言うと、まあ今最初にも言ったけど、今朝活のライブ配信を今もしてますけれども、もし朝6時からみんなでね、一緒に
ワイワイしながら朝活したいよっていう人いましたら、ぜひ概要欄から、新しいチャンネルの方に飛んでいただいたり、あと、朝活をやってる人たちのコミュニティっていうのもあって、まあ、そこはスラックでみんなで集まってワイワイこれもやってますので、まあ、よかったらそれも概要欄に申し込みフォームから申し込みください。そんな感じで最後までご視聴いただきありがとうございました。